そうそう、パフォーマーとして、うん、パフォーマーっていう方でも何でも、何でもないような気もするけど、だからステージは作らなかったですね、結局。初めデザインしましたけど、やっぱ違うなと思って、段は全部下げて、タイトにして。でもそれでまた見る人とのコミュニケーションも取りやすくなったじゃないですか。取りやすくなったと思います、多分、うん、そこに対して、その、なんだろう、よかったねって言った人の対して、うんうん、まあ、社交辞令もあったかもしれないけれども、うん、まあ、こんなこと言っちゃ失礼ですけど、なんだろうな、その、本当、そのまま歩いていける距離だし、そのまま話せる関係だし、うんうん、同じステージの上、うんうん、同じフィールドの上、ここの、いうのに立ってるっていうのがあったから、確かに喋りやすかったとか、なりやすかったと思う、うん、そうですね、まあ、あと、まあ、これ、さっきの、ダブルフェイスあったじゃないですか、はいはい、ミカの話だ、そうですね、ミカの話、ここで、あ、ごめんなさい、よいしょ、語らなくちゃいけないことを語ってなかったんですけど、あの、宮崎で肯定期っていうのがあったじゃないですか、ありましたね。あのこともここで語っていて、で、ダブルフェイスっていうのをやったときに、やはり他者の中にも記憶は必ず存在していると、うんうん、で、その記憶をどんなに真似しようと絶対同じものは作れない、うんうん、その人の記憶としてとても尊いものだし、うんうん、不可侵ではあるけれど、なんだろう、それを伝えるで媒体は存在しているだなと、ダブルフェイスであって、それを何だろう、で伝わない、分かんないけど、なんていうんだろうな、で媒体になれるんだと、他の人が、その気持ちを伝えることができる、代弁者なのか分かんないけど、その気持ちそのものを奪うことはできない、絶対、けれども、たとえ模倣しても、その人の気持ちはやっぱり本心的に、うん、そうなんです、人がメディアになることができる、媒体になることができる、今、すごい、それは思っていて、で、あれなんですね。だから、その肯定期っていうものに遭遇したときに、うん、俺がおじいちゃんを亡くしてるのに、やっぱ、うん、その牛や豚を亡くした方々、畜産農家さんを見つめてる眼差しっていうのは、やっぱ感じてて、すごく。それを、なんだろう、その言葉を聞きながら喋るっていう部分がいくつかあるんですけど、なんだろうな、そのダブルフェイスやったことを生かして、僕も何か伝えたいと思ったんですよ。本当、伝えたいとしか言ってなくて、マジ本当自分の言葉が伝わなくて申し訳ないんですけど、うん、そう、伝えたいって、ね、宮崎県のその人たちの聞いたお話を、うん、浜中という、まあ、体を通してパフォーマンスしてますよね、3回ぐらい。そう、3回、うん、あ、このパフォーマンス、このパフォーマンスの中で、わかります、あ、そうだね、3回かな、憑依してる、席で向かい合ってるのと、うん、席で向かい合って2回か2回かな、あの、ユミコさんっていう方と、黒木英二さんっていう方、うん、お二人のトランスレーションをやらせてもらったかな、うん、かな、そうだね、うん、何の話だっけ、そう、その憑依してまで伝えたかったことっていうのは、うん、ああ、やっぱり肯定期のことだったり、うん、っていうか、やっぱりその一番伝えたかったことは、うん、なんだろう、誰か失った後、うんうん、何か失った後に人が立ち上がる姿、うん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 、その人が前を向く姿勢だったりとか、その失ったことを、いないところをきちんと見つめる強さっていうものを、その
宮崎県の人だ、宮崎県で出会った 人たちに僕は、そういうものを感じて、それをトランスしたい、トランスしたいと思いました、うん、そうですね。まあいろいろ言いましたけど、結局は見に来てほしいんですけどね。本当に僕27日まで毎日ここにいるし、1日大体何回やってるんですか？1日8公演、11時からと11時半から、次なんだっけ、分かる人、13時、なんかまあいいや、うん、ウェブサイトで確認してもらえればいいですはい、まあウェブサイトで確かに載ってるんでね、載、はい、ってるんで確認してもらえればと思います。会期中やり通すとしたらもう100回は会期中超える、100超える。今どうすかも、え、楽しい、楽しい何か見えてきそうですか、また、あのパフォーマンスがいろいろいつも気づきを与えてくれるんで好きです、うん、最終審査の時は、うん、その生徒だったんで席は見れなくて、うん、はいはい、今この展示の時に私は見れてるんですけど、うんうんうん、審査からまた、うん、何か変わったりとかしたんですか？うん、やっぱ違いますね。なんだろう、パフォーマンスがやっぱ違う、うんうん、やっぱ位置とかもよく見えてきたし、タイミングもすごいところ見えてきたし、うんうんうん、で何より毎回鮮度がある、今一番思うのは鮮度を感じながらやれている、常に初めて出会った時のことのようにパフォーミングができていることがやっぱ一番嬉しいですね。だから当時のことが、当時のことがここにいるみたいな、はい、私友人とか親とか案内、うんうん、まあ、ここに案内して2回見てるんですよこの人。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。なかなか今日やってんなって後ろの方で見てるんですけど、なんか見るたびに違うのに見えてくるというか、あ、嬉しいです、ね、何か回を増すごとに新しくなっているなっていうのは感じましたね、見てて。ありがとうございます。そうですね、また消えちゃった。そうですね、うん、まあありがとうございます、はい、本当だからまあ全然来ていただいてお話しくことを言うんで、うん、会期中でしたら、うん、この作品は僕も含めていつでも待ってるんで、うん、よかったら会いに来てくれればと思います。で閉めちゃったよ確かに閉めちゃった、はい、はい、まあそんなところで、はい、じゃあそんなところで、卒業制作終了点、まあ、コミュニケーションデザインコース4年の浜中俊くんでしたけど、ギャラリートーク終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。